そして王様やシュテルにも着替えてもらって。ミッド式の服装というのはチャラついてていかん。これはこれでなかなか二人ともデニムが似合ってる。かわいいです。写真撮っていい？私も。食事してエルトリアの話を聞いたりしつつ少しゆっくりして。へえ、珍しい施設があるんだね。ミッドの空では勝手に飛んだり魔法を打ったりしてると怒られちゃいますから。訓練はこういう風に決められた場所でやるんです。それにしてもあの二人は燃えすぎではないのか。この私がまるで子供扱い。素晴らしい、なんと素晴らしい空戦技術。子供扱いなんてとんでもない。シテルの動きもすごいからいろいろな技を使わなきゃ追いつかないだけ。たゆまぬ鍛錬と精進、そして実戦経験の賜物でしょうか。あなたを超えてゆく楽しみがますます増えました。嬉しいな。でも教え子や一人娘が見てるから今日いきなり超えられちゃうわけにはいかないの。魂を燃やしてせめて一矢は報いてみせましょう。見ててね、これが私の進んできた道。高熱滅災ルシフェリオン、ブラスター1、スターライト、ブレイカー。わーい、すごいすごい。シュテルさんも収束魔法の使い手。でも炎熱変換持ちで収束系ってものすごくレアというか、応用によっては途方もない破壊力を出せそうですよね。当然よ、やつは我が右腕ゆえな。僕左腕で、ユーリは王様の膝の上。あ、そうなんだ。ユーリ結構甘えん坊。レビ、むやみに個人情報を漏らすな。レビさん、次は僕たちがやりましょうね。うん。シュテルさんがやられた。ナノハさん、容赦ない。手合わせとかいろいろして、形のあるものないもの、いろんなお土産も渡せて。やれやれ、やっと帰還準備が整ったか。プレートに2人からのメッセージが載ってる。座標の特定に手間取りました。帰還システムは万全ですので安心して戻ってきてください。だって見たことない魔法陣。術式フォーミュラエルトリア。あれは魔法陣じゃなくてフォーミュラプレートって言うんだって。へえ。では皆さん、いろいろお騒がせしました。楽しかったよ。いらぬものまで持たせおって。もう来ぬゆえ、貴様らも我らのことなどさっさと忘れろ。忘れへんよ、また会えるの楽しみにしてる。今度は僕らも大きくなった状態で会いに来るからな。私もです、ナノハ。今度はより対等な状態で。うん。ん？大きくなるって変身魔法とか？はい、多分。シュテル、貴様らしくもない。すみません、つい。まあまあ、面倒なところは記憶封鎖システムがちゃんと動作するから。ではな、またいずれ。バイバーイ。行っちゃいましたね。うん、賑やかな方たちでした。本当に。さ、みんなもうちょっといいよね。よかったらうちにも来て。せっかくだから六花メンバーでもうちょっとお邪魔しようかな。お邪魔します。私もエリオとキャラもね。もちろんバイク止める場所大丈夫かな。平気、ウェンディがよく止めてるところがあるよ。あれでしょ、真っ赤な愛車。そうそう、私たちはいつもの駐車場でいいわよね。そうだね。ティアナは車へと飲めへんな。平気です、
最近は私が運転できますし。そうなんだよね。楽しい3人は帰っていきました。ママ、シュテルといっぱい話せた？うん、楽しかった。ハヤテもディアーチェと一緒でよかったね。話したかったことを話せてよかった。お土産気に入ってくれるとええんやけど。間違いないね。うちの近所？暗くてよくわかりませんが。ああ、ここはあれです。先日、別世界から菜の葉たちが落ちてきた場所のようですよ。あらまあ、ここは次元の歪みの得意点か何かなのか。後で、アミタたちに確認してもらいましょう。王様、お土産無事？無事のようだ。では、戻りましょうか。うん、ユーリや姉妹が気をもんでおるであろうしな。さあ、行きますよ、レヴィ。うん。ねえ、王様、シュテルン。はい。やっぱりエルトリアが今の僕らの故郷だけど、向こうも結構楽しかったよね。ええ。運命改変の心配もそんなになさそうだし、また行けるんなら行きたいな。そうですね。そうホイホイ行くような場所でもなかろう。もう少し時を経て手足が伸びきってからにせ。立派に育ったユーリも連れてな。その方がみんなもびっくりしてくれるかもしれませんね。そうだね。さあ帰るぞ。はい、うん、とりあえず我は奴らを見下ろせる程度には背丈を伸ばさねばならん。食事に気をつけましょう。僕とユーリも大きくなろう。